ルダン、ハロー、セルジャパン TV。 クリスマスの雪景色をバックに撮影してみました。雪がすごい積もってバルコニーがだんだん覆われてきてるんだけど、これも今だけしか見れない景色なので、じゃじゃん紹介してみました。で、今日のテーマは誕生日の時にもらった、じゃじゃん、これはくるくるオートマチックヘアカーラーなんだけど、ちょっと誕生日に紹介できなかったので、今日はこのくるくるカーラーを使ってヘアアレンジを紹介していきたいと思います。その他に紹介できなかったプレゼントが、じゃじゃん、新しいスマートウォッチ。これすごい可愛いよね、デザインが。で、開けてみるとこんな感じで、ピンクゴールドのデザインも可愛いし素敵で、すごい可愛い。クリスマスなのでサンタさんのデザインになってます。こっちも機能的ですごい気に入ってるんだけど、たまに気分転換で買えるのもいいかなと思って送ってもらいました。ありがとう。で、この時計と、あともらったのがこのトサジのオートマチックヘアカーラー。今まではこういう普通のコテタイプのヘアアイロンで、髪の毛をくるくるアレンジしてたんだけども、これはじゃーん、こんな感じ。なんかチューリップみたいだよね。で、ここで自動で巻きつくから、ここで右巻き左巻きっていう感じでできるのと、あとここが電子パネルになっていて、すごい画期的なので、これでヘアアレンジをやっていきたいと思います。じゃあ今日はちょっとアップヘアにしてたんだけど、髪の毛はまだ巻いていない状態なので、早速やっていきたいと思います。 Here we go。 はい、じゃあ早速普通通りに、髪の毛を洗って、それから、ドライヤーで乾かします。そしてドライヤーで乾かした後にオートカーラーで巻いていきます。じゃ、まずこれはいつもと同じようにブロッキングして、よしと。そしてからまず下の毛をね、巻いていきます。こんな感じかな。まず半分に分けて、それからさらに半分に分けて、髪の毛を分けてから、あ、スイッチ入れるの忘れてた。スイッチオン、スイッチオンにしたら200度とか、私はだいたい200度でやっていきます。そしてセットオン。はい、そしたらもう温まるかな。で、ここが熱くならないのが便利。やっぱりこの従来のアイロンだと熱くなるからすぐに片付けれないし、なんか置き場所にも困る感じ。こんな風にスタンドをつけて置いてたけど、で、このまましばらくここが冷めるまで置いておかなきゃいけなかったけど、この新しいカーラーはここに触っても全然熱くなくて、この内部だけが温まってるので安全的にもいいかなっていう感じ。はい、まだかな。よし、じゃあ準備ができたみたいなのでやっていきます。そしたらまず分けた髪を、こっちかな、こっちの奥の髪先にやろうかな。そして巻きたい髪をここに挟んで、
そしてから右巻き左巻きボタンを押します。こんな感じ、斜め45度に挟んでスイッチを押します。せーの、ゴー。ほら、こんな風に巻きついていくの。うわすごい。3、4、5、もう5秒ぐらいでいいかな。ほら、こんな風に巻けてるという感じで、なんか自動で簡単にくるくるくるって巻いてくれるのがすごい画期的で、なんか簡単なんだけど、ちょっと使い方がね、慣れるまで大変かなと思ったんだけど、でも慣れてしまえばこれ簡単だよね。うん、よし、じゃあ次の毛束またやっていきます。して静かなのもいい、うるさくないのがね。 Here we go。 わー、巻かれてる巻かれてる。3、4、5、じゃん。わー、すごい、くるりん。うん、こんな感じですごい綺麗に巻けてる。で、上の方を巻きたかったらもうちょっと上からやればいいのかな。うん、今毛先だけちょっとやってみたけど、じゃあこっち側の髪の毛もやってみます。本当に使いこなせたらすごい便利だと思うけど、まだ私もうちょっと練習が必要ちょっと後ろの方とかが見えないし難しいんだよね。で、この挟むのもちゃんと挟めてるのか、こっちに行ってるのか、こっちに行ってるのかがちょっと見えづらかったりして。頑張ってやってみます。え、これどっちだったっけ。して押す方もあれって、よし、こっちだね。はい、せーの。あ、多かったかな。ダメだ、多かった。熱い出た髪の毛すぐ触ったらダメあー、ダメだダメだ、もう一回やり直しね。よし、これで挟んで押します。 Here we go。 あー、どうかな、難しい。あー、負けたけど、なんかハサミが弱かったかな。うん、やっぱり右側はちょっと難しいかも。うん、ちょっと無理だね、もう一回やろう。あー、できない。あ、できた。ゴー。おー、今度は綺麗にくるりん。よし、あとはこっちだね。こっちは2回かな、これまた。よし、頑張ってこれもやってみよう。よし、そして挟んで45度に挟んで、それで押します。わー、すごい。3、4、5。うん、巻かれてる。よし、じゃあ次はこっちね。挟んで、ゴー。わー、わー、くー、ゆるふわ。こんな感じ、まずは下だけできました。じゃあ次は上の髪の毛を、これ1個にしちゃったから、まずこれを右と左に分けて、よし、そしてやっていきます。まず左からかな、こんな感じかな。
難しいけど、なんかこの巻き込まれていく感じを見てるのがちょっと楽しいかも。はい、あー滑る。よし、 Here we go。 いきます。Here we go。 うわー、3、4、5、くるりんくるりんくるりん、あらららら。あ、でもいい感じじゃない？そしてここだね。これ近いところはやりやすいけど。Here we go。根元から巻くっていう発想がなんか新しい。うわー、綺麗にくるくる。あ、こっからかな。せーの。うわー、こんな感じ。すごいくるんくるん。この待ち時間とかによってなんか巻き加減を調整できるみたい。キャー、絡まってる。すごいカーリーカーリー。まだちょっと上手じゃないけどね。うん、でもいい感じにくるんとなってきてます。そしたらこっちもやってみます。ここからね。よし、頑張ってやってみよう。よし、 Here we go。 うん、いい感じ。この最後のピッピッピッピーまで待ってもいいんだけど、ちょっと強すぎるのかなと思って4秒ぐらいでやめてる。多分ピッの1秒は、あ、ピッピッが1秒かなと思ってんだけどね。あれ、あー軽すぎるね。早すぎた。もう一回だ、今のとこ。じゃん、うわー、いい感じ。すごい、マックくるくるくる。よし、そしたら最後はここで。うわー、くるんくるん。そしたら最後にここの上の毛を。よし、そしてセットセットオン。なんかこうなのかこうなのか、えって思う時もあるし。こうだ。うわー、すごいふわふわで、全部大体負けたんだけど、これでちょっと様子を見て、なんかこの辺足りないかなと思ったところをさらに追加でね、巻いていきます。でも巻いていくんだけど、これもう下が巻かさってるからね、上だけちょっと足したいっていう時難しいんだよね。うわよし、こんな感じかな。で、こっちで、せーの。ピッピッピッピ
おわいい感じ。あとここももうちょっと足そうかな。ちょっと根元の方がね、せーのでこういう風にやってても全然熱くないし、うわすごいカーリーカーリーだ、ふわっふわこんな感じにもう簡単に変身できるね。でこれでこのまま下ろしててもいいし、なんかこのハーフアップとかにしてもヘアアレンジもできるし、今日はちょっとこういうハイネックの感じだと上げた髪の毛の方が可愛いから、今日はハーフアップにしようかな。うわすごいふわふわ、後ろの方はできてるのかなでも本当にパーマかけたみたいにふわふわ、すごいくるんくるんくるんこんな感じで、そしてこれすぐにあの片付けできるっていうのも、少しあったかいかなぐらいなので全然安全だし、その安全な点も、気に入っている。じゃあハーフアップやっていこう。今日は半分取ってで軽く縛った感じ、でこれをくるんとして、こんな感じすごい激しいね、これね、ちょっとあれなん、うまくいかなかった時はちょっとドライヤーでさらに整えたりしてで調整することもあります。なかなかいい感じじゃない、全然いいかな、クーリンこんな感じで、あ、なんかピンが見えてんだこんな感じでヘアアレンジの完成。じゃじゃん、なかなか割れながらいいかなと思います。じゃじゃん、トサジのおかげで可愛いアレンジができました。こんなに簡単に分けるなんて画期的、本当に。早くもうちょっと使いこなせるようになりたいね。じゃあ今日は可愛くくるくるヘアアレンジができたところで話は変わりますがこの前チョコミント動画を撮った後にチョコミントがサプライズで送られてきて、ああそれもチョコミント動画に入れたかったと思っちゃったんだけど、もう遅かったので、じゃじゃん、早速今紹介して食べてみたいと思います。ありがとう。これはウィッタカーズのダークペパーミントチョコレートです。じゃじゃん、パッケージはこんな感じで、もう開けるとすごい濃厚なカカオの香りで、ダークチョコミントだからカカオマスが、ハイカカオのチョコレートとなってて、最近私ハイカカオのチョコレートにハマってるので美味しそう。で中身はこんな感じ、すごい、もうこの時点からダークチョコのいい香りがいっぱい。じゃあ早速一つ開けてみよう。じゃんじゃんじゃん、ご褒美チョコミンティー、 Here we go、 オープン。うわー大きい、一粒が超大きい。うわーやばい、なんかホロホロしてる感じ。うわーでかーい、じゃじゃん、わあ私のネイルとマッチ、ウィッタカーズって書いてあって、こんなに分厚いし、うわ大きめ、
じゃじゃん金の延べ棒かなっていうぐらい大きい。よし、じゃあ早速一つ食べてみます。ちょっと硬そうだな。折れなさそうだし。あ、折れない。怖いな。だってすごい、もう1センチ以上ある感じ。分厚い。じゃあいただきます。 Here we go。 カカオ感が濃厚で美味しい。ちょっと分厚くて食べづらい感じ。あ、で、後からダークのビターな感じが来て、美味しい。ミント感は結構、ミント感も結構、ミント感が先にグワーッと来て、それから最後なんかビターな感じかなっていう感じで。うわ、美味しい。初めて食べた。ニュージーランドで有名なチョコレートみたい。美味しい。どうもありがとう。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、いいね、高評価、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。ではまた次の知るジャパン TV でお会いしましょう。ありがとう。バイバーイ。